パーツに分けることでとっても簡単にできる豪華なお花紙で作るボタンの花です。黄色のお花紙は細長く半分に切ります。お花紙を切るときには4つぐらいに折ってから切ると切りやすく早く切れます。お花紙は黄色を2分の1枚、ボタンを2枚、恋桃を2枚用意しました。まず花の中心になるパーツを作ります。ボタン色と黄色のお花紙を半分に折り、中心が合うようにして重ねます。これを10折りの屏風折りにしますが、型紙を使うととても便利です。コピー紙をお花紙2枚分の大きさに切り、それを半分に折って10等分にします。端が山折りになるように屏風折りにしたら、それを開いて中心よりも1センチ離れたところにお花紙を置きます。型紙でお花紙を挟み、折り筋をつけると屏風折りの出来上がりです。はみ出たところを指で押さえ、少しずつ抜きながらしっかりと折り目をつけましょう。真ん中に人差し指を当てて縦半分に折ります。こうすると真ん中がきれいに折れます。真ん中の部分を少しだけ切り落とします。黄色い側から見て花びらの部分を丸く切り落とします。それから花びらのギザギザをつけていきます。ギザギザに切りながら丸くしてもいいのですが、どうしても花びらの先が尖ってしまいやすくなるので、この方法をおすすめします。開いたらちょうど真ん中をホッチキスで留めます。これで真ん中のパーツの準備ができました。外側の花びらのパーツも同じようにして作ります。こちらは真ん中に黄色いお花紙を挟まないので、もっと簡単に作れます。切るときに向きを間違えやすいので、全部が輪になっている方を確かめて、そちら側から切っていきましょう。切り方は真ん中の花びらと同じです。この2つのパーツを組み合わせて花を作ります。まず内側のパーツから開いていきましょう。黄色のお花紙だけを引き出します。根元までギュッと引き出したら、長さを揃えて切り落としましょう。花びらも根元までギュッと開きます。黄色いおしべのない方を机の上に置いて、真ん中を押さえて花の形を整えておきます。外側の花びらには茎になるワイヤーをかけます。ワイヤーが細い場合は2本かけてください。あとは同じように花びらを開きます。ワイヤーを持って花びらを整えたら、ワイヤーを下にして机に押し付けます。真ん中あたりに液体のりをたっぷりとつけます。花の中心を合わせてもう一つのパーツをぴったりと貼ります。額をつけるためにワイヤーを持って花びらをなでつけるようにして一つにまとめます。花の根元のところに水のりをつけたら、細かく切った緑のお花紙をそこに貼り付けます。ここで使っているものは新しいお花紙を切ったものではなく、ポインセチアの葉っぱを作った時の切りくずを置いてあったものです。額がついたらそのまま乾かしておきましょう。葉っぱは緑のお花紙を8等分して作ります。ツルツルした方を上にして8枚重ねます。重ねたまま端を45度に折り、さらに半分に折ります。しっかり折り筋をつけたらバラバラにしておきます。フラワー用のワイヤーを15センチと10センチに切ったものを4本ずつ用意します。ワイヤーの先 4、5 センチに液体のりをまんべんなくつけ、
お花紙に挟んで貼り付けます。ワイヤーをくるくると回しながら液体のりをまんべんなくつけます。お花紙を開いて折り筋に合わせて先から1センチほど下がったところにワイヤーを置き、挟んでのりがなじむようにしっかり押さえます。先を1センチほど開けておくのがポイントです。のりが乾いたら包むようにして葉っぱの形にし、ねじったところに水のりをつけます。お花紙が短い方を上に持って境目に親指を当て、親指を包むようにします。包んだ根元をねじったら親指を外し、葉っぱの形に整えます。指先にのりをつけ、茎の部分をねじるようにして固めます。親指を入れていた方が裏で、反対側のつるっとした方が表です。ボタンの葉の切り込みを入れます。上から3分の1ぐらいのところにハサミを入れ、そこから葉先に向かって切っていきます。くるりと回して反対側も同じようにして切るとこんな形になります。葉先から3分の1ほど切って、そこを切り落とす方法もあります。どちらでもやりやすい方法で切ってください。切れ味の悪いハサミでは切れませんので、よく切れるハサミをお使いください。葉っぱを組み合わせていきます。短いもの3本と長いもの2本、短いもの1本と長いもの2本、これで作ってみましょう。葉っぱが3枚の方です。短い葉っぱ1本と長い葉っぱ2本を組み合わせて、フローラテープで根元を巻いていきます。葉っぱの上下の向きを揃えて開いたら、ツルツルの方が上になるようにして軽く曲げて形を整えます。葉っぱ5枚の方は短い葉っぱを3枚束ねてフローラテープで巻きます。その下、少し下がったところに長い方の葉っぱを組み合わせてフローラテープで巻きます。下の葉っぱ2枚を開いてから真ん中の葉っぱを開きます。あとはツルツルした方が上になるように葉っぱの向きを揃えて軽く曲げて形を整えます。花と葉っぱをフローラテープで組み合わせていきましょう。花の根元からフローラテープを巻いていきます。花が大きいので葉っぱがよく見えるように茎を長めに巻き込んでいきます。これで一輪出来上がりました。葉っぱはもっとたくさんつけても良いでしょう。ボタンは一輪挿しでもパッと華やかになりますが、たくさん作って飾るととても豪華になります。白やピンクなどのボタンも綺麗です。お花紙の色を変えて様々なバリエーションで作ってみてください。